りました。完全に治りました。若干真ん中辺に跡が残ってるというのが本当に。観察表をちょっと見せてもらっていいですか。すいません、グローブしてさ、体重測りたい。手袋して体重測って、そーっと持ち上げ、そーっと出してこないでください。体重がこの時から355なのか。今日で、今日は、どうしよう。あ、今日は、昨日で357なんですね。運指はでもいつにさ、2回か3回。いいよ、そーっと入れてください。369あります。まあ、病院で測ったらすぐ変えておきますね。今日結構重要になりますね。うん、おしっこも2、3回、まあ、この日だけ5回ぐらいあるけど、1回の日もあるんですか、おしっこ。砂の塗り具合がよくわかんなくて、同じところにしちゃったりして。で、1日食べるのは、ドライに通して、例えばこうだったらドライとして10と20食べたりして、はい、そんなに食べますよ。で、ふやかしたらこれ、20のドライふやかしたら、結構な重さになりますよね。あ、プラスお湯25出す。ドライでも食べるの？ドライでも食べる。ドライでも食べます。1日30、そんなに食べるのドライで。そんなに食べてない。揚げたて10g ずつ朝ドライで揚げてて、だいたい食べるのってさ、10g 前後ぐらいなんですね、1日。狙ってこの子って7月20日生まれ、8、9、10、もう14ヶ月、そんなに食べるかな。うん、まあ一回ちょっと、そうですね、今2回あげてらっしゃるんですよね。はい。で、半分ふやかしで半分硬いままで上げてみてください。はい、おそらくね、ドライとして1日 10g 前後ぐらいだと思うんですけどね、この形。また中には 15g 食べる子もいるけど、30は多分食べるんじゃないかなと思いますけど、まあ、見立ってください。うんちの体でいうと、おしっこの回数がまあちょっと少ないような気もするんだけど、まあ、体重はこの間で決めてるからね、いいと思いますね。で、今日はもう全然本人ここ気にしてないですか？気にしてないです。はい、まあじゃあいつまでつけてます？今日もね、今日つけました？つけました。昨日つけました。あと1日何回ほどつけてました？2、3回ぐらいね。じゃあもう抗生物質だからもうやめましょう。ただもし赤くなってくるとかね、いうふうだったらすぐ相談してくださいね。で、今日この、このレボリューションっていう商品名です。セラミクシンっていう成分が入ってるんですけども、これを首の後ろにつけます。で、これをつけると、あ、前やつだ。これ多分、寄生虫ね、体の表面。結構多いんですよ、この子たち。それから、あと何だったっけな、消化管内、お腹の中の寄生虫、あと血管につく寄生虫、耳の中につくような寄生虫を予防してくれます。で、この関連の薬がノーベル賞を取ったんだって話しましたっけ、聞いてないですか。これらの大元はね、イベルメクチンという薬なの。まあ、ちょっとつけますね。イベルメクチンという薬で、なんだっけ、それを獣医業界、動物業界ではね、結構30年40年前から使ってる薬なんだけど、人体薬として20年ぐらい前に出したんですよ。で、それってやっぱ寄生虫を抑える薬なんですけども、日本ではそんなに、まあ、日本でも確かに使われるけど、そう爆発的には使われないけど、アフリカとか南米の人たち、川辺に住んでる人ってさ、ブヨに刺されて寄生虫感染して、体の中に微小線虫出て、細いちっちゃい虫が入ってきちゃう。それがね、目に入っていくケースがあるんですよ。目が見えなくなっちゃう、オンコセルカ病っていうんですけど、そういう病気はめちゃくちゃ多いらしいんですね。で、そういう人たちに WHO として無償提供したんですね。そしたらですね、もう激減した、副
作用が激減して、これすごい薬じゃないっていうことで、そのイベルメクチンを発見した先生、日本人の方だったんで、5年前かな、ノーベル賞だったんですね。で、それの進化した薬、だからもっと副作用が少なくて、よく効く。で、ここに来てる、ゆつゆびハネズミ、ちょこちょこ来るんですけど、まあ、100% とは言わないけど、まあ、9割ぐらいの方はこれつけてもらってます。で、1ヶ月に1回、予防で。だからまあ、変わったことがあれば、もちろん相談してもらうんですけど、なかったら、1月ぐらい先に、ちょっとまた見せてください。それと、あとこれはまた新しく出してきますけど、ノート1冊作りませんか、この本。これ書けるだけ。で、特に知りたいのが、体重と1日何グラム食べてるか。から、うんち、おしっこが、まあ、数えれん日もあっていいんですけど、大体何回入れてるか。で、まだ体重は一緒か増えていかなきゃダメだから。それと、あと、気温も毎日じゃなくてもいいけど、たまに見たいですね。環境温度っていうのはね。だから、元気だったらその温度でいいと思うんだけど、ちょっと温度差が今つくじゃないですか。昼間すごい暖かくなるけど、朝晩は冷えるんでね、その辺の温度差もちょっと、まあ家の中にいるから外とは違うからね、そこまでじゃないとは思うんですけど、ということですね。それともう一個の話してね、お話ししてるけど、もう一個あったな、何だっけ、お風呂来たしますと。それとあと家の中にいると乾燥しがちなんです。これから乾燥しますよね。で、湿度がね 40% 切ってくると、僕らでもまあ皮膚の弱い人なんかは乾燥肌、ドライスキンになるんですよ。で、この子たちも結構なります。で、これをちょっと私今から買ってますけど、これを1日1回かけてやってもらえませんか。こういうのもっとちっちゃいのでしますので、なんだっけそれで、まあ、もしやれたらこう中にすり込んで皮膚に到達させたいんですけどね、本というと。でも中の方もやれたら。で、これがですね、まあ、これもハリネズミさん用ではないんですが、ワンちゃんとか猫ちゃんのちょっとドライスキンのことか、シャンプーワークのコンディショナーとして使ってるんですけども、スキンケア製品の。VS のコンディショナー、これを 100cc ちょっとこう分け出しますんで使ってやってください。とあと一つね、それからあとあれですね、手で食べれるご飯、食べれます。あ、食べれます、いいね。ワームは食べるようにはなりました、このインスキャンを。あ、ワームねこれをこうすると。そうか、ワームってさ、どれぐらいやってんの、それ毎日あげてます。薬をくれるときに2、3匹ずつ。あ、多い多い重い。あ、うん、ワームね、見せてください、うん、結構大きいでしょ、これ乾燥ワームね、うん、まあ、じゃあ1日2、3匹、1日で2、3匹、うん、まあ、やってもさ、細かくしてさ、1日1個ぐらい、もしくは週に2、3回それにするよ。なんでかっていうとね、これってね、すごいリンが多いんですよ。で、カルシウムが少ない、だから美味しいんです。リンが多いのって美味しいんですよ。僕らもそうなんですけど。で、あんまりこれ毎日とそんな毎日2、3個コンサートで食べとったら、ハリネズミフードはカルシウムとリンのバランスが 1:2:1 でバランスがいいんだけど、崩してるバランスを。だから本当にやるんだったらね、この手のもの、昆虫をね、ワームにしてもさ、コオロギにしてみんなそうなんだけど、リンがめちゃくちゃ多いから、これ売ってるところにはカルシウムの粉を売ってますよ。だからそれを一緒にかけてさ、やった方がいい。そうするとこれもバランスがいいかなとは思います。で、結構カロリー高いから太る子いるんですよね。だからまあ、で、ハリネズミフードは手から食べないよ、これだけ手から。ハリネフードも食べます。あ、食べます。あ、じゃあなるべくさ、トレーニングはハリネズミフードでやってもらっていいです。で、それも合わせて1日何グラム食べてるかね。で、この間話しましたかね、おいでってこうやったり、名前読んだアイコンタクトとか、それをやりながらで、やれるんであれば、今日ちょっとデンタルケアの話もちょろっとしたいんですけど、この間歯磨きの話してないですね、おそらく。はい、この子たちさ、すごく歯というか歯茎の病気が多いというのは聞いたことあります？はい。あります？歯茎の病気がすごい多いんですよ。要は、
歯周病というのかな。すごく多い。でもすぐにはならないです。なるとしたらやっぱ2年過ぎ。大抵何にもデンタルケアしない子はなっちゃいますね。だからまあ運が悪いとその歯茎の腫瘍も割と他の動物に比べると多いかなと思います。もう膨らんできます。これとかね。で若いうちはないんですけど、2歳になってからそういう歯周病になってさ、治療しようと思うとなかなかできないんですよね。だから若いうちから歯周病を予防する。人間と同じだと歯周病は軽いのは歯肉炎。歯がこうあって、歯茎がこうあって、骨が支えてるわけですけど、うん、この歯肉の炎症は歯肉炎です。でもう一個歯周、歯周炎、これ歯周炎というのは炎症が歯槽骨を超えて炎症がいっちゃうと、そうするとこの歯を支えてる骨が溶けちゃうということになっちゃうんですね。で、そうならないようにデンタルケアを、だけど難しい。で。デンタルケアね、今日この歯磨きペーストとこの歯ブラシ、ヘッドのちっちゃいやつをちょっと出しますんで、いきなりこうゴシゴシしない、おいでっつってご褒美あげて、それでまずは舐めさせる。まあ多分舐めると思うけど、舐めさせる。ちょっと無理だよね。ケージこっちの方が落ち着いてる。あ、本当。じゃあこっちに移して。はい。今怒ってるから。永田さん、もかちゃんの給仕してくれる？できそうだったら。本当ね、進め方ね。この間しつけの基本話してると思うんで、デンタルケアの進め方。ちょっと一回止めます。